状況は先ほど伝えた通りだ。壁外調査は中止する。総員撤退。早急にトロストクへ帰還せよ。群がる巨人を排除しつつ外門を目指す。了解。リヴァイ、お前の班は最後尾について、巨人の追撃に対応してくれ。ああ、了解だ。追ってくる巨人はあらかた片付いたか。急がねえと。おい、何を止まってる、クソメガネ。リヴァイ、崖が崩れて道が塞がったんだ。これじゃ馬が通れないよ。そこの砲台で瓦礫を吹っ飛ばしてくれる？頼んだよ。行く。巨人が数体接近してきます。仕方ねえ。だが街の様子が気にかかる。うまくいかねえよ。先を急ぐ。ありがとう。砲台が巨人に壊される前に急いで頼むよ。おとなしくしてろ。さらに巨人を確認。複数います。一体一度瓦礫を無視できる。もう馬を諦めて進むか。ダメだよ、ここには馬を置いていけない。巨人は防ぐから瓦礫の破壊を急いでよ。無視はできねえ。止めて相手して。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。やる。まずい。早く仲間と合流して町へ戻らなければ。仲間とはぐれてしまって。助かりました。行きましょう。俺たちは急いでエルヴィンを追う。遅れるな。行く。何だ、
戦してやがるのか。邪魔だ。おとなしい。クソ巨人どもめ。切りがれ。味方どこだ。邪魔だ。邪魔だ。俺の勝ちだ。兵長、この失態はすぐ取り返します。だったら口を動かしてないで、ついてこい、オルオ。助かった。救援要請か。無視はできねえな。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。面白いふらしやがった。まとめて相手してヘラするなよ。おとなしく。俺たちのことだ。仲間を見失うとは。体勢を立て直さないとな。おとなしくしてろ。まとめて相手して俺の敵だ。まとめて相手してる。おとなしくしてろ。すみません兵長、まだ行けます。ああ、トロストクの状況によっては俺たちの力が必要になる。急ぐぞ。ついてこい。エルヴィンに追いつくぞ。行く。俺の手下まとめて相手してこの道も塞がれてやがるのか。見け、仲間が少ねえようだ。崖崩れと巨人の襲撃で味方はチリチリだ。手を貸せ。行く。エルヴィンは先に行ったの。俺の先頭にいたはずだ。おそらくそうだ。そこの砲台で瓦礫を爆破して進もう。瓦礫を崩されるとまずいな。まとめて相手して片付いたな。リヴァ、お前は先に行け。俺は試算した兵を収集する。まとめて相手して。このまま殺す。おとなしくしてまとめて相手して。手は出ないよ。やりました。手は出ないよ。おとなしくして。俺の敵じゃない。
とめて相手してる。俺の敵じゃない。トロストクの壁門まで強行するぞ。おとなしくしてろ。エルヴィン、門が破壊されてる。急ぐぞ。総員突撃。トロストク壁門へ急げ。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。俺の敵じゃない。やる。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。何が起こってやがる。
総主一体向かってきます。面白い面しやがって。考えている時間がない。みんな立体軌道に移る準備をせよ。リヴァイ、お前は仲間の援護を頼み、あの大型機甲士を仕留めろ。了解だ。目障りな野郎だ。てめえを殺して後ろの壁を登らせてもらう。援護します兵長。俺もどうします。俺の敵じゃない。どうしたバケ。ガキども、これはどういう状況だ。巨人化したエレンが壁の穴を塞ぐことに成功した後、壁外調査より急遽引き返してきた調査兵団と駐屯兵団工兵部の活躍により、ウォールローゼは再び巨人の侵入を阻んだ。今回決めるのは、君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か、調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が、今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて、我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力だウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りれば
ウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし。こいつは巨人化した時、力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ショート、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるの。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくなエレン。しかし、未だに信じられないな。巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団切っての精鋭。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね。すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？
やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です。ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？なんてこった。ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより、被験隊の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が、犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど、立体起動で去っていったらしい。僕たちも無断で立体起動装置を使ってないか調べられた。けど結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは？マルコは死んだ。ジャン！まさかお前まで！今、なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねる
ってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。
要だ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。蹴散らして。馬に乗ってりゃ楽勝だろ。で、俺たちはどうすりゃいいんだっけ。私たちは本体の進路にいる巨人を排除して彼らの進軍を支援する。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。多数の15メートル級を確認。さすがにこの数は避けるべきか。出口まであと少し。一か八かやってみる。トライキャトライキャ。もう一押し。かっさばいて。かっさばいて。まずは旧市街地を抜ける。総員、進め！もう一押し、トライ！もう一押し、かっさばいて！蹴散らして！もう一押し！蹴散らして！違うぜ。
ありがとう、ミカサ。私も一緒に行っていい？ミカサ、かっこいい。ハッチは苦戦してるのかよ。蹴散らして次道に積もった瓦礫を砲台で片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよ。それなら先に巨人を排除してから砲台を使うしかないでしょう。次邪魔しないで狙う。どうもお世話様です。戦わなければ勝てない。進軍ルートは確保できた。さすがミカサ、任せて正解だったよ。お前と一緒に行けば楽できそうだ。あの女、助けに行かなきゃダメか。さすがは首席のミカサ様だ。旧市街地を抜ける頃だ。炎弾が上がっている。一体何が起きているんだ。かっさばいて蹴散らして落とした。次捕らえた捕らえた。出口に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地を抜けられないぞ。飛行士直接倒すしかない。もう一人カッサバイデン。ありがとう、嬉しい。よくやったアッカー。このまま連携して作戦を続けるぞ。次。
これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。よっしゃ！